ちょっとなんか録画ができなかったんですけど、あ、そうで、伝えたいことは、マイベストワンガチャは、なんだっけ？あれ、そう、ハイディオが多分来るから、それに合わせてやりたい、交換したいから、ちょっとね、まだ持ち越しかなっていうのと、あとこれだね、そう、これ、いろいろ勲章ゲットしたよーと、なんか適当なマイクラのやつと、あとスパイダーマン2がね、一応昨日発売だったんですけれども、ちょっとだけライブ配信とかやっぱ見たりとかもう結構したんだよ、もうしたんだけど、やっぱりさ、欲しい、もうすごい欲しい、もうでもプレイステーション5は持ってないんで買っても意味がないってことで、あ、どうしよう、やばいな、それやめよう。最初にもうね、ルシファーにもう当たっていかないともうほぼほぼ負けなんで、これはきついんでやめます。ね、さっき録画できなかったから、ちょっともうやめようかな。うん。ということでね、私はこの後またディオやってね、もう全然、一応ね、まあ、うん、ここ以上、今日はね、最後のボスまでいけるんだけど、結局その最後のボスで死んじゃうんだよねっていう。SSR あったりとかするんだけど、やっぱり友情がね、友情ゲーだからさ、もう完全に、もうルシファーが1位とかいえ、もう悲惨なジョジョコラボなのに、もう完全にキャラゲー、とかしてるモンストさんですけど、まあ、うん、ハイディオだと、まあ、しっかりね、ジョータローとか、カキョインとか、ボルナレフとか、なんとかうまいこと、調整じゃないけども、まあ、うん、適正になるように祈りますわ、私は。ハイディオはジョータロー、適正にしてくれ。な、頼む。もう完全にキャラリアだから、もう、ってな感じで、もう長くなっちゃうから終わりそうかな。もう終わっていいかな。終わった方がいいかもしれない。これつけまして、ちょっとだけ最初だけちょっと一回ちょっと試させて、しっかりこれ最初マジで当たらないとね、意味ないんだよね。ルシファーがもう1なのがほんとなんかね、なんかって、あー、そこ入っちゃうんだって、だからそこ入ったらねダメなんですよ。あ、でもまだいけるか。いや、思ってたんと違うけど、まあ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 、なんとか、なんとか、なんとか。あれ以上になっちゃった。まあいいでしょう、まだ。ギリギリ OK ということで。これはもう、自分のアナログでダメージ与えておきたいから。もう 4P が絶対にこのアンチワープの中に入ってるんで。じゃあこれをね、オッケー。で、まあここまではいけるんです。ここは大丈夫、ここはまあまあ大丈夫、まあまあ、違うけー、あー、当たんない、思ってたんと違う。あ、でもこれどうなんだ？あ、これはいいんじゃないか？オッケー。なるべくこの辺でちょっとエッセンスを貯めたいよねっていう。で、ここ。なんか、うまいこと出てくれ。お、できた！でかすぎ。あ、でかい。それもいい。かなり。かなりいい。いや、もうこれは、このステージだったら突破できた。で、後半も体力回復できないから、助かるんだけど、回復できないから、ちょっとできるだけね、温存しつつってやらないと、もう、それもちょっときつい。かなりきつい。来ました。抜け策はいません。よいしょ。いいんじゃない？これはどうしようか、こうだね。おい、強い。さあ、ランチの攻撃が。
あそこの砂時計欲しかったけど、まあしょうがない。ザワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。さあここなんだよね、こっからなんですよね。見えないな。ちょっと見える。ゲージは見えなかったけど、ゲージはもう音の感覚でね、多分誰しも持っていると思うんで。シャンテロ。でもゲージは大丈夫なんだよ、さすがに。シャンテロ。はい。ちょっともうこれ撃っちゃいます。これもう。これどうしよう、縦感の方がいいかな。縦の方が良さそうだね。反逆の扉は開かれた。あれ思ってたのより削れないけども、まあまあ最悪倒しきれなくてもね、こうやってね、ここでちょっとずつでも時間を稼ぐことができるんで。いやーでもこれ当たんない。オッケー、危ない。ああぶつかった、よかった。でこれはね、どうしよっか。これは、魔法陣当たってほしくないな、どこにも。オッケー。で、これは、いやー、入れ歯をしちゃうんだよなー、マジで。あ、痛いです。これ痛いです。これ。地味なんだけど、これが痛いんですわ。あ、どうしよう、これ。あ、これこうだね。こうして、あれ？うわ。あー、そこ火起こっちゃうか。痛い。この火起こっちゃうは痛い。これはねー、こっち引き続きやって、いやルシファーはいかんか。ちょっとまずくなってきたなー。でも使いたくないなー、ちょっと暴れるしかない。人に暴れつつ、なんとかなれ、なんとかなれ。よし。いやでもダメだな、結果ちょっと悪い方向行っちゃったな。でもこれはさすがに、オッケー、いいよ。今日の負けじゃなくて完全にもうあれだね。しかもこれ取れてなかったら意味ないっていう。いやすごない、これやるのやばいわ。はい、はい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 。OK。 ちょっと今まずいかなって思ったけど、結果的にうまくいきました。で、これも、この辺に配置しとこう。オッケー。で、まだ体力持ったら、ちょっと火鏡も温存しまして。あ、で、こっち行くのか。あー、どうしよう。そうなると、でもこうか、こっちのがまだ削れる可能性が。いや、待て。これも、打っていいな。で、どう？前の動きは手に取るようにタンクで攻略して、ここからまあ運が良ければいい感じに削り入れてもらいたいけど、できれば割合はもっと入ってほしかったな。ハート多いなこれ、遠いなけど、あーでも思ってんかは削れたかな。できればもっと削れてほしかったんですけど、さあこれもまあ目に置いといて。
これ無理だな。これこうやっていきたいんだけど、効かないはず。ちょ、やっていい？やっていい？あんまりね、打つ場面がないんですよ、実は。ないから、ちょ、打たせてほしい。あ、待って。え、むずいな。やめよう。これを取って、おとなしくいきます。ここで撃とうか、これを。どうしよう。反逆の扉は開かれた。え？いや、いいんじゃない、結構。結構いい気がする、ここまで。はい、ラスト来ました。思ってたとこと違う。けど、反逆の扉は開かれた。こんな感じ。どこ行ってる？オッケー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 。それでも 4P が 4P がそうだよな。これちょっと撃とう。あ、待って、いや、まだ撃たなくていいわ。撃たなくていいけど、いろんなところをやって、いや、まずいな。え、まずいわ。ちょっと待って。やったかな？やったかも。いや、これ隣乗るし、いかんかな。はい、普通に行きます。お、あ、来た？来たんじゃねえ？来たよ。オッケー、そう、でかいよ、でかい。でかすぎ、でかすぎ。でかすぎ、原始。痛い、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 痛い。危ない。危ない。ちょっと痛すぎ。待って、どうしよう。これは、でも、多分この、あ、でも、いや、待って。あ、終わったくね？これ。終わったくね？これ。いや、待って。これで、いけるか？これで、これでそこの、そこのやつだけ倒して！ありがとうございました。いや、どちらにせよこれちょっと無理だったね。多分、そうだよね、多分。うん。やばいって、マジで。もう、どうなってんだ、これ。はい、終わりまーす。ありがとうございました。